すっごい大きなネクタイ、これお花がついてます。パッポンパンパン、トゥ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 。私は何をしようと思ってたんだっけ。てかさ、今日の配信ってさ、あの大阪のやつの曲のセンターは誰になったの。これはザラです。大阪のは嘘だったの。あれ嘘のタイトルなの。なんか言った手前やってほしいんだけどそれ楽しみにさ、配信見に来た人絶対いたよね。なんかそこは違うんじゃないって思うんだけど、それだけは言っとくわエイプリルフールやっけ今日。本当に今日はさ、選抜も発表されたし、おめでたいおめでたい日なのに、そこはさ嘘ついちゃダメでしょうって思わん思わん。なんかそこはさ、ちゃんとさ、なんか私もさその企画楽しみにしてたし、誰がセンターやるんだろうって、そこはちゃんとやってほしいよね。まあ、私なんぞが言える立場じゃないんですけど、はい、言ったって変わらないんですけどねそこはやってほしかったな。虚しく配信を見てるしかなかったです。意味のないドッキリとか言われとるやん。なんかね、もうちょっとね上手なやり方がねあったらね、よかったなとは思った。でもそうだよね、縦読みとかさ、縦読みとかをさうまく作り出すには多分あのサムネで釣るしかなかったんだよ。そうだよね、うまく縦読みが作れない。そう、明日大丈夫そうだからよかった。あんなそう、台風がなんか進路が変わったんかいね。なんかなっちゃん通信で誰かが上げとってくれたよな。なんか低気圧なんかが現れて、ギリあれでしょ、ギリ届かんでしょ、遅れるらしい。やばい、なんかめっちゃ真っ赤なリップになって余計に変態みたいになっちゃった。そう、なんか進みが遅くなって、ちょっとうまく撮れなかった。撮れないパーティーに行けそうなリップですね。なっちゃんの目が台風に勝った、そういうことか。日本列島よりということは下に下がってきてるってこと。明日は楽しい遠足ですね。あ、遠征って、遠征だよ、みんなも来てくれるでしょ、来てくれるでしょ。こんばんは。うん、言うべきは言う。考えた企画の人大成功って思わないでよあんな分かりやすいサムネでサプライズになってなかったよね。多分今日の配信で発表しなくちゃいけない理由が何かあったんだろうね。早めに発表したかったんかな。
でも11月1日あの1が並ぶ月に、うん、1が並ぶ日に出るのなんかすごいいいですね。でも11月3日よな、ゆみりんさんの卒業ライブがね、卒業ライブだからまだ最終活動日があれだけど、選抜を舐めてる意味のないだけで勝手に決めてくださいって言ってたで。え、どういうこと？勝手に決めてくださいって。大阪で誰がセンターするか。ってことってこと。じゃあその企画自体はあるのかな。いや、ないんだろうな。なんか一メンバーから私もそのなんか大阪のセンター議員みたいなのがあるんやろうなと手に取ったんやけど、すごい嘘つかれた気持ちになっちゃったよね。ないんかいって、みんなの喜んでる姿を見るしかなかったつらそれはプレゼントされますか。されないです。ゴミ箱に捨てられます。選抜はあれだったけど、カップリングセンターの可能性まだあるかも希望が持てる、希望が持てたらいいですねいいですねでも希望するのはね、ただなので、希望を抱くのはただなので、たくさん希望は抱いていきたいと思います。スナイパーなっちゃんが台風を打ち抜きました。髪切ったよ。そう、今日髪をねちょっとウェービーにしてみました。でももう時間が経っちゃったから、私の髪の毛の威力が勝ち始めてる。もちろん行くから見つけてねんって、待ってるよ。発表まで2ヶ月でした。お、いい犬の日、犬の日なんだ、かわいい。あ、ワンワンワンか、トリプルポッキーの日。そうだね、 CD の劇場版始まるんかなって。うん、始まるんじゃないかな、もうそろそろ、わかんないけど。発表されたってことはもうすぐってことだよね。いや本当にみんなとみんなと楽しくお話をしたい私は本当それに尽きる。みんなと話すの大好きだから、私とまだ話したことないよって人来てくれたら嬉しいな。お互いをまず知るとこから始めんとね、話してみんとね。話してみてイメージ変わったって、良くも悪くもさ、イメージ変わったって人いっぱいいるじゃない。話してみなくちゃ。偽企画は勝手にやれってことって、うわつら、悲しい。そんなん誰が言ったの、誰かに言われたのか、誰かが言っちゃったのかな、そんなこと。直接会える機会が増えるといいね。確かにね、増えるだろうね。握手会再開されないのか。シャメ会、ここの考察ズバリだったよね。ね、アルバムいつよってね。あん
な軽く発表するのはちょっとなって思ったって。いやでも多分なんか急がなきゃいけないね、理由があったんでしょう。私には分かんないけど。月影さん星ありがとうございます。メロキターって、ストーチの選抜の壁って分厚すぎないですかってすぎないかって。いやそうなんよね、なんかもうちょい遊び心あってもねいいんじゃないかなとは思うけど、誰が決めてるのかは分かんないし誰が決めてるのかも分かんないし、それだけ魅力的なメンバーがいっぱいいるってことだと思いますあの場所に呼ばれなかったメンバーの気持ちを考えてないよ運営さんは。まあそうね、私もどういう気持ちで見ればいいんだろうとは思った、みんな以上に。こんばんは殿下海さん、きのこありがとうございます。あんなね大々的にそういう企画やりますって言うんだから、少しはね救済っていう措置でもないけど、なんか網戸くじでもいいから決めてよって思ったけどね、そんなに時間取りたくないんだったら、そのぐらいユーモアあってもいいんじゃないかなとは思いましたね。そのぐらい、これ以上ね、これ以上言っちゃうと変に切り取られて SNS に上げられちゃってもいけないですから、いい子にしておきます来てさよく言うよね、なんかすごい変態みたいな。布の量は普通に多いのよ、なんなら普通のタンクトップより。 TM レボリューションだよね。クオーゴーエソーナ非選抜だけの曲1曲作ってほしい。でもさどうなんだろう、全曲ありそうだよね。 TM レボリューションです、どうも。唇ツヤツヤ可愛いでしょ。お話ししたいしよ、なっちゃんとついに握手できるのか、できるのじゃないかな。キノコありがとうマナブさんじゃないのってどうなんだろうね。フォーティエイトグループすべてに言えることって、ポジティブなっちゃんが。こんばんは。非選抜メンバーも魅力あるし、他のグループみたいにいろいろ選抜を入れ替えて試してもいいのに。いやそうなんよね、多分。まあ遊び心って言っちゃうと遊んでるって思われちゃうもんね。でもなんかユーモア、遊び心ユーモアもうちょっとあっても、あったらもっともっと瀬戸内面白くなるんじゃないかなとは思う。なんかね、なんかそうよね、咲く場所を自ら取りに行けって言われても無理がある部分もあるしなとは思う。やっぱり こんばんなちゃん。あ、そう、主様直毛変え放ってる感じ素敵ね。あの主様直毛です。直毛に今日ちょっとね、主様はですね、直毛にちょっとヘアアイロンでウェーブをかけてもらってるのですが、あの主直毛ゆえ、あの本来の直毛が加減が残ってき、なんか戻ってきてピンピンになってます。パーティー帰りみたい。どうも変態です。変態みたいですよね。でも布いつもより多いのよ。この服って1枚なの。あ、これはカーディガン着てます。これは普通に、でもこれ本当はね、本当はこのね、このタンクトップ1枚だけで私は過ごしたいよ。過ごしたいけど、さすがにあの広島じゃ浮くんですわ。広島じゃ浮いちゃうので、カーディガンを、カ
カーディガンを羽織っております。こんな感じですね。カーディガンを羽織らせていただいております。アンダーの楽曲に MV も欲しいね。そうね。でもなんかそうやってそうやってみんなのね声がね、みんなの声がね、声を出してくれる人はいるんだけど、瀬戸内の壁というものは厚いようであまり届かないのが現状なんですわ。でもいつか届くと信じているぞ。行動することは大事だから。こんばんは。固定メンバーだからこんばんは。もう少し選抜以外のメンバーの気持ちも考えてほしいよね。ねえ、でもやっぱり女の子48人を抱えて一気に面倒見るってんのは大変なんかもしれんけど、まあねまあ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 、多分私が多分メンタル強いから、メンタル強いっていうかポジティブ思考だからやっていけてるのかもしれないけど、考え込んじゃう子は考え込んじゃうかもね。私も考えてない、 0% 考えてないってわけじゃないですよ。私はそう、うまくなんて言うんだろう、うまく日々生きていく方法を生きながら身につけてるって感じかな。まあうまくは生きれてないんだけどね。パーティーちゃんポーズなんかこんなよね。パーティーちゃんです。夏希お嬢様髪が硬いす、したらさらやったね。うさぎの尻尾みたいでかわっち、これかな。それ一枚で金髪で歩けば確かに黒髪だから目立っちゃうよね。綺麗なお姉さんがみんなの声が届きますようにね。私も願ってますわ。こんばんは。 STU なので中四国出身者で選抜してみるって何なんですか。おー新しい。でもそういうなんて言うんだろう、いろんなねいろんな提案をなんかね、こう君面白いねっていう考えに向いてくれたらいいんだけど、保守的なものでね。こんばんは。羨ましいってポジティブなのが。それにしても冒険しないよね。ずっと変わり映えしないせま多分ね、保守的と言えばいいのか、なんて言えばいいんだろう、ポジティブに言うと慎重なんだと思います。ここまでね地盤が固まった何年かがあったんなら、一人や何人や変わっても大丈夫だとは思うんだけどまあでもね、人間にはね、一人一人のドラマがありますから。誰かがすごく嬉しい思いをすれば悲しい思いをする人もいるから、なんとも言えないですよね。喜べる日が来たらいいんですけど。なっちゃんは配信見てもいつもポジティブだから好き。やったね。選抜が全て出ない、そんなのちゃんが好き。こんばんは。ストレス発散方法がうまいのかもね。あ、確かにそれはあるかも。仕事してるとそれが一番大事です。ストレス発散方法、確かにな。てか自分でなんかストレスを解消できる月影さん、きのこありがとうございます。
そりゃメンバーなら誰でも選抜なりたいし悔しいよね。まあでも私の身からしてそうですよね。オーディションも最終審査最下位で合格してみんなにこの世界についてきてもらった身からして、このねアイドル人生の中で選抜に一回でも入れたら、これはもう先祖代々先祖代々受け継いでいきたい、先祖代々受け継いでいきたい伝説になりますよね。立ち上がりの時の趣旨はそうだったと思います。まあね、 STU 自体今何年だ、まあね、何年か経つといろいろ考え方も変わりますよ。人間もね、生まれてから生まれて7年次7年か、7歳ぐらいになったらね、もういろんなことできるようになるもんね。冒険じゃん、見てほしいわ。変わらない固定だから、冒険してもいい頃。乃木坂さんなんか卒業生の同期メンバー揃えたりしてるのに、いやーね、なんか坂道なんかやっぱりその48グループだったり坂道さんとかだったり、やっぱそれぞれの大元っていうかな大元の考え方によっていろいろ違うよね。卒業シングルは1期生でするのかと思ってた。守りに入って超えてゆけってよく言ったもんなおもろいそれは。なるほど、こんばんは月笛さん、星ありがとうございます。まあでもね、こうやってさ、アイドル選抜性があるアイドルに入っとる限りさ、人の不幸の上に幸せはあるっていうのはさ重々承知だからさ、本当にね、それはなんかもうその悲しみや喜びには目をつぶるよね。山口県は盛り上げてください。もちろんさ、とにかく明日東京で弾けてください。弾けます。卒業発表後のアンピーちゃんが STU についていろいろ言ってたことが分かりました。いやでもなんかビジュアルはかなり仕上がってきてるんでありがとうございます。あと何を頑張ればいいですかねあ、今一番欲しいものは知名度です本当にストレス溜まったら握手会で俺たちを一人ずつ、え、何パンチパンチ、いやそんなのはしないよ、それはしない。あら剣士になるのね、俺たちの顔をグーパンチ、いや何どうしたのみんな、どうしたの、はじめましてはじめまして。 AKB 劇場で公演やってほしいな。運営の文句言って辞めたメンバー多いからてんてんてんって、なんかみんなは察してるのかな、察してるって言うとなんかねそこに非があるように思っちゃうけど、まあなんかいろいろとね今話題になっていることもありますし、私は何も言いません何も言いませんって言うとあるみたいになっちゃうけど、そういうあのネガティブ思考はやめてくださいね皆さん。私が一番ポジティブでいたいので
みんながネガティブになっちゃうと私もネガティブになっちゃうし、私がネガティブになっちゃうとみんながネガティブになっちゃうから、私たちは私たちは相乗効果で成り立っているから、みんなもポジティブにいこうね。ここでくじけてたら思うつぼですから、皆さん。僕は7歳で微分積分してました。うん、天才。こんばんは。そろそろ切り取られたからめんどいからやめとこう。いや本当にね、切り取りって本当に怖いんよ。その今さ、私が言ったさ、ネガティブな部分あるじゃん。ネガティブっていうか、まああんまりよろしくない部分、本当にそこだけを切り取るからね。その後にそういう考えもあるけど、私はなんとかでなんとかなんとかだよって思う部分の、そのそういう考えの部分だけ切り取られちゃうから、便利な世の中になったけど、そういうねいい部分を発信してくれたら嬉しいなって私は思います。世の中同じ、まあ確かにメンバー固定のグループもあるね。まあでもこれが大人数グループの感じだよね。あの日なっちゃん帰る準備してたのに名前言われて勢いで走っていきました。そう、本当にだから私はアイドルになる前に一回どん底を見てあの天国まで連れてきてもらったような人なので、お話し会販売の発表もあるかと思ったけど、なかったね。確かに熱血テレビ剣豪に俺はなる。歓声と拍手の中に誰かの悲鳴が隠れてる。ああれでしょ、えなや水平線が歓声と拍手の中に誰かの悲鳴が、違うな、絶対違う。でもあれでしょ、その曲でしょ、水平線。いやほんまそれやと思うわ、その歌詞ね。めっちゃ刺さるよね、誰かも言ってたわ。いろいろありますが10万円目が出ることがただただ嬉しいね。滝野さんのラストシングルだから盛り上げていけたらいいな。私ができることはお話し会でみんなを笑顔にすること、そしてたくさんの方にお話し会を通して、その10枚目シングルかっこタイトル未定を盛り上げて、一緒に盛り上げていけたらいいなって思うから、みんなも楽しもうね。弱気は最大の敵ってね、それはそうだと思う。落ち込んでる暇なんてない。そうじゃ、みんな心の抜刀うまいこと言うね。こんばんは。明日は昼一のオープニングが入ると STU の頃はぐったりになってそう。待って、体力は温存しといてね明日の話しようね。明日楽しみ。あとももめとかで話してくれたら。いやもう話し尽くしました。こんばんは。なっちゃんは頑張ってる、ありがとうございます。夏木今夜だけは僕の胸に泣いていいですよ。だるまだけど、どういうこと。だるまさんってめっちゃご縁ありそうです。なんか、うん、ご利益ありそう。10周、あ、そうなの。10枚目50円値上げされてたって。いやでもあの何もかもが値上げしてる世界で50円値上げか、まあまあまあ可愛いもんじゃない。こんばんは。水平線聞いてねよ今日。22日申し込んだので当たりますように、待ってます。こんばんは。お、今日は仕事暇だったからなっちゃんのおやつを作ってました。ありがとう。水平線ってバックナンバーさんの、そう
歌詞がいいんですよね。2番のドゥ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 、なっちゃんは STU で唯一無二の方です。ありがとうございます。人間誰しも唯一無二ですからね。みんな胸張っていきよん。あーなんて素敵な日だ、幸せと思える今日も、夢破れくじける今日も、なんかちょっと違った気がする。お頭がってどうしたの。この曲に思い出があるの。うちは作れないので公式の注文しました。おお、あれね、私のデザイン気になる。届いたら見せて、届いたら見せて。広島市内は路面電車でほぼ回ります。そうだね、みんな世界で一つだけの花。そうさ僕らは元なんとかがよく歌ってたやつです。聞かないでください。あら、そうなんだね。そう、明日スタンディングです。フェスなのでスタンディング体力持たんわってね。あのね、体力持ちそうにない人はね、あのね、柵っていうか、なんかあの手持てる柵があるところあるんかな、多分ゼップやったらあると思うんやけど、柵の前を狙うといいよ。後ろでもあのずっと立てる自信がないって人は。こんばんは、オンリーワンです。いつかは広島で野生のなっちゃんに偶然遭遇したい。野生のなっちゃんよりもあのステージに立っとるなっちゃんの方が断然ビジュアルもいいし、キラキラ輝いてると思うよ。野生の私はね、あれですよ、本当にジャングルにいるような、あのこうやってツルでこうツルとツルを渡ってあの生活してますんで。明日は朝配信だね。そうだね、朝って言ってもまあ7時とかかな。ぬしの歌はとても綺麗ですよって、ありがとうございます。嬉しい。トゥルトゥ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 ルトゥ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 。ツアーのスタンディング全て柵に持たれるやつしてるけど、あ、やっぱ体力自信ない人はマジそうした方がいい。私の必勝法。ジバニョーババビンジババボッボッ。野生のなっちゃんとはこういうやつです。いや、風景に溶け込むなっちゃんを見て手見せます。どういうこと。塩二つでハートになってピースを逆で猫耳やろ。あれ超かわいい、あれ超かわいい。新幹線寒いからでもですね、喉お気をつけくださいね。いや、みんなであれかもしれんで、みんなで修学旅行バスみたいなんで行くかもしれんで。でも涼しくできる格好にします。89枚目、北九州に STU 来たから
10枚目も来てほしいなーって、いけたらいいなーね。今日のこの服なめっちゃな、道行く人が振り返りそうな服だけど、あの普通のタンクトップより布あるんですけど、なんか非常に可愛いでしょ。なっちゃんと距離が縮まると思うだけで嬉しい。仲良くなりましょう。コンビニでサンダルすっぴんのなっちゃんに捕獲されたいって。こんばんは。サークルオブライフって言うんこれ。自家用ジェットかもしれんけんね。洋服のセンスがグッド、ありがとう。後ろのお骨です、お骨くんです。リサニャン、闇を払って夜のとばりが降りたら合図だ。お今日外してたんだ。ちょっと乱雑な置き方してしまった。こう困り眉が可愛いの。うわ、アイコンがかなちゃんだ。重曹ちゃん一応最善確定だけど、どんぐらいの広さなんだろう。いやてか私明日のダイバーシティよね、ダイバーシティ、ガンダム、ガンダム見れるかな、見たいな。普通になんか私が好きなバンドウーバーワールドさんとかも立ったようなステージだから激エモなんだけど。いつも思うけどクワトロとかさ、今回のとことかもさエモってなるよね。すごいと思って見に行ってた場所に立てるだなんて。ガンダムとのツーショット待ってまーすって。でもね、もしかしたらね、時間がね結構かなり結構かなりタイトなもので、そんな時間があるかなみたいな感じなんですよね。たくさんの方が出演されるから多分結構時間がタイトでですね。え、そう、リネたん、リネと一緒に出れんのが悲しい、楽しいんだけど、リネの分も弾けてきますね。海見れる場所？ガンダムはぜひ、あれかな？近くなのかな？本当に。リネちゃん今日いたって。リネね、なんかね、多分リネのツイッター見てくれたら分かるけど、1週間安静にしとかにゃいけんねみたいでね。そう、今日はね、今日いなかったですね。お休みでした。安静にしてると思います。運が良ければ変形。おい、ガンダムの、てかあっこにあるさガンダムってさ、ガンダム何なんですか。では私がガンダムとツーショット、え、ちょっと私の代わりにガンダムとツーショットいっぱい撮ってきて。ガンダム好きで主様って呼ばれるのめっちゃウケるんだけど。左耳綺麗、左耳ありがとうございます。私はアニメのような耳をしています。イコール耳たぶがないんです。今はあ、なんか変わってるんだ、変わるやつなんだ。そうなんだ。かわいいよ、こつくん。
かさ、メールさ、なんか私2個送っちゃってるかもしれないんだよね。あ、よかった、1個しか届いてない。最初はファーストガンダムだったけどユニコーンになった。ほう、ユニコーンガンダムめちゃめちゃ聞いたことある。多分お父さんと兄が見てましたね。見てたやつだ。シードじゃないんか。ケンジキノコありがとう。ケンケンさんキノコありがとう。あ、なんか福岡にもねおるらしいね。それも見てみたいんよね。見てみたいっちゃんね。わ、エセ福岡弁出ました。福岡のニューガンダム、なんどこだっけ、何どこにいるんだっけ。めちゃめちゃ見てみたいっちゃんね。使い方が正しいかわからん。9枚目の DDM 思い出しますか。ガンダム、ララポートだ。ララポートにあるっちゃんね。結構ナチュラルに使えとるくない。なっちゃんもユニコーン見てみて、見てみる。こんばんは。横浜にファーストが、あ、え、移住したってこと、飛んでったん。もともとお台場に、お台場だっけ、ダイバーシティ、お台場、お台場に飾られとったやつ。みんな詳しいね。こんばんは。横浜のガンダムは動くのよ。心臓か、松岡修造の修造に見えてちょっと面白いから。なっちゃんはガンダム好きなの。兄とお父さんが見てまして、ガンダム00見てた。でちっちゃい頃からなんかお家にハロのクッションが置いてあって、なんか私アニメを見てないけどそのハロがすごい気に入ってたらしく、ちっちゃい頃から相棒でした。ハロハロ、黄緑色のハロのクッションでっかい。私のちっちゃい頃の写真見たらね、横にねおるんよ。すごいね。あ、山口弁で言ったら、あ、ララポートにガンダムが置いちょるんやね。すごい。お、なっちゃんなんだね、そのアイスクリームみたいな服。アイスクリームみたい。これお花が咲いています。ここに普通のタンクトップの、タンクトップより布が多いのになぜかそうじゃなく見えてしまう服です。健全です。ハロー。そう、00の主題歌がウーバーワールド、そこからウーバーワールド大好きになりました。チェン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 、キュンです。タカキエさん、欲しい、ありがとう。もうえあかり、ダブローでウーバーさん知った。私も奇遇ですね。タラタタラタタ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 切り抜くんだったら可愛いとこ切り抜いて。時代を、なんかこの世は切り抜きが流行ってるらしいけど、アニメ好きなのにガンダム一個も見たことない。いや
やっばいかな、このか髪型可愛すぎる、違うかな。アニメ、あ、じゃじゃ同じの読んじゃった。ウーバー何の曲が一番好き？ね、君の好きな歌はね、マジ殿堂入りですね。でね、あとはね、マダラチョ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 っていう曲が私はその次に好きで、最近の曲だとエクボっていう曲があるんですけど、エクボっていう曲がいいです。最近ではないか、ちょっと前、新しめな曲だとエクボ、エクボって前世で、うん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 、Our Always だっけ、なんかね好き、この曲も Always このバンドを愛しているのは、愛しているのは音以上に人を、 Always go、 やっぱこの可愛すぎる、やっぱこの髪型可愛すぎるだと思う。ありがとう。なんで星になったんだろうね。ガンダムは、あ、ガンダム最新話は女の子が初の主人公、エアリアル、エアリアルガンダム、こんばんはね、エクボって、エクボ、これもギリエクボに入ったか、エクボチュンシュドゥ、こんばんは、かわいい、ありがとう。星読める人いるな、ここに。 D テクの、あ、 D テクのライフがブリーチか、あの曲ぶち上がるよね。でもいろんなさアニメの主題歌やってるから、ウーブルワール青のエクソシスト、青のエクソシストは何のやつだったっけ、何、どの曲だったっけな、届かぬものや限りあるものに、熱くなる胸を抑えたけど、コアプライズだ、かっこいい、配信者アウトな、いやしてた記憶、あたいもなっちゃん教に入ってなっちゃんなんとかになる、なっちゃん信者になるかって、あ、よろよろしくお願いします。私の信者になる人はみんなこのタンクトップを着てください。しかもこのカーディガンなしで。背を受け、それぞれが人生を謳うか。ノのブラックボックスを知る、それはこうか。要はリミットラインを全て。わ、漢字むず。やっぱ日々はいかんせん。こう。そつなこなしてちゃのーのー、そう、流れを見極めな、まずモノトーンもせずこぜ、 Here we go、 届かぬものや限りあるものに、熱くなる胸を押さえつけるのは、わー、理解もせず押さえつけよう、信じきった嫌いで許せなかった、あの大人たちと同じじゃんかよ、あ、しかもこれザラのねキッズなんですよ。
ザラのキッズです。果たしてみんなが着れるかな。そのタンクトップはきついからホットリミットごっこ出る人、お言ったね、ホットリミットの格好して公園見に来てくれるって言ったね、言いましたね。ザラの服好きなのになーって。まあでも多分これザラの服の中でもね、奇抜な、奇抜オブ奇抜だと思う。あの子供のキッズの一番大きいサイズです。165センチ用のだから余裕でね、私身長が156だから165のやつが余裕で着れちゃいます。モサイ男でもその服もう超似合うと思う。ここ鼻咲いちゃってるし、どこで売ってんのって。本当に着ようとしてるでしょ、本当に着ようとしてるんだから。危ない危ない、それ着て出勤しますって言ったね。ちょっとこれニュースになるかもしれない次の日。なんかとある場所で、とある地域でこの服を着た人たちがいっぱい歩いています。ワンちゃん通報されちゃうかも。私でさえこれ上にカーディガン着てから過ごしてるから、これ脱いだらもう大変だよ。10月7日に稲妻、うわ稲妻ロックフェス、私昔行ったっけな、なんか行ったんだよな。なんかフェスで、フェスに家族でフェスに行ってウーバーを見たのに、稲妻ロックフェスだったっけな、何のフェスだったか忘れちゃったんだよね。楽しいんだよ本当に、マジ楽しいから。しかも野外でしょ、西川さん並みに。はって100ぶり、え、いや150ぶりです。ウーバーワールド283曲出してる、すごいよね。こんばんは。そのね283曲の中にね This is Techie っていうねめっちゃクセ強な曲あるんで聞いてみてください。この辺はさすがに止められない。あずみんちゃんキッズサイズ嫌だって言いまくってたから勧めてあげてやって。いやあの子はマジでキッズサイズでいいと思う。やし、あのキッズサイズのデザインのお洋服が映える体型しとる。引っ張ったら真ん中のやつめっちゃ伸びそうで、それあのボヨヨーンの人やん、ボヨヨーンの人やん。東京はいける。いやワンちゃんなこれなしでもな、いや無理か、いや犯罪者、犯罪者っていうか犯罪者じゃない、犯罪者ではない絶対に。いやなんかいやダメか、いや普通に私もさこれカーディガンなしで外出ようとしたけど、あやばいかやめたんだけどね。家族でフェス楽しいですよ。ハムが歩いてるように見えてしまって、あのねこのねこの紐の部分がね日焼けがねちょっとそう日焼けが嫌で上来ましたけど、かすみさゆり知ってんの、知ってるよ知ってるよ、私めっちゃ物知りなんだから。意外と幅広い年代、意外と幅広い年代対応してますから。後ろの布しっかりある服、うん、です。あでもなんて言うんだろう、あの背骨の骨なんて言えばいいん、背骨のなんかあの天使の羽みたいな骨、あっこが見えるぐらいの丈でちゃんと、あ肩甲骨が見えるぐらいだから普通に布はあるよ。肩甲骨ぐらいのラインでこうあるから余裕のよっちゃんでございます。東京にはそれくらいたくさんいるのでは。いやそうなんよ、なんかこんな感じのお洋服がね流行っててね、流行ってて私もいけるかなと思ったけど広島じゃ浮きすぎるという、はい、結果に至りまして。だって今日もさ撮影が終わった後にさこれでさ私服に着替えてさ歩いてたらウォーって言われたもん。えそんなにウォーですかって言ったけどね。でも一回見慣れてしまえば別に普通だなとは思うよね。だってみんなも今普通に普通の気持ちで見てるでしょ。まあノースリーブで公園入ってたらいいじゃん。
男性の方のノースリーブはね、私は結構推奨していける、推奨して、なんか推奨、好き嫌いめっちゃ分かれそうやけど、私はいいと思える派ですよ。なんかおしゃれじゃん、なんか最近流行っとるくない、なんかノースリーブ、ノースリーブで、ノースリーブ流行ったよね今年。二度見しそうって、わかる、広島だと好きな服着てると浮いたりして悲しくなる。いやほんまにね、まあ、でもそこ、それさえも、その服着て胸張って歩けるのが真の人なのかなとは思うけど、さすがにね、見る人も嫌だと思うんでそこは配慮して自分の好きは抑えてます。だいぶガンガンに見てる、うんってマジでなっちゃんいろいろ知っててポンポン出てくるからすごいと思う。イエーイ。二度見するけどモデルさんかと思うかなやったね、筋トレしないと。解説よろしくって、何の解説、この服の、服の解説。中山筋肉、まあ鍛えてる分は出してかんとねの気持ち、いやそれはそう。去年は肩が出てる服が流行ったけど、来年の夏、あ、去年は肩、今年はお腹が出てる服が流行ったけど、来年は何かなって。いや来年さ、もう脇腹とかやない、うん、脇腹とかに穴開いた服とかで始めるんじゃない、可愛いと思うよ脇腹脇腹に穴開いた服、どっちが衣装って思われる確かに男のおしゃれは筋肉って言ってた。でも確かに鍛えたら堂々と出せるんだろうね、わかんないけど。でもなんか筋肉がある人って生き生きしてるよね、なんかそれを思う。私なんか一回ね、マジでなんか何に血迷ったかわからんないけど、ガチでガチガチに鍛えて、なんかボディービルダーの大会出てみようかなって思ったことがあるぐらい、ちょっと沼りかけたことある。筋肉は一番のおしゃれなのかもしれないって思ったことある。ケンジ結婚してありがとう。僕も最近勝手にお腹が出てきてもいい、あー脇腹の部分にスリットありそうね、絶対可愛いと思う。こちゃこちゃするぞって、脇腹は私の弱点なんで、弱点を言ってしまってはいけませんね、弱点ではありません。こうきますんで、脇腹を狙われたら、この私の鋭い肘で、見てください私の肘とんがってるでしょ、それはその時のために尖らせてるんです。これでこうです、溝落ちこうです。確かにダンスのレッスン着みたいな、お腹出てるのね、クロップド丈が今年は流行ってるから。でもこれが流行るかもよ、X タンクトップ。結構筋肉結構あるのに、なんでネガティブなんて言われてピエンピエンになったことある。ああもうそれはマジ心の筋トレしよう心の筋トレも大事。こんばんは。筋肉は裏切らない、そう言うよね。そんなガチ声かけ、はい、私の筋肉どこにいるんだい、どこにいるんだい、力こぶなんてないじゃないか、どこに眠ってるんだい、目を覚ませ、起きたくないよって言ってます、はい、マジか、最善ならペンライトでこじこじせんとき、なんどういうこと、筋肉が全てを解決する、結果にポイントするなっちゃう。レインボーシュトゥーありがとうございます。Nice to meet you. 中山やんかそれ。あ、声かけってそっちか。よっみたいな。よっ。腹筋 6LDK。よっ。
腹筋板チョコ、いや腹筋で洗濯してみたい、腹筋で洗濯してみたい、腹筋で川で洗濯。一応筋肉ルーレット左、筋肉ルーレット左だけやったらダメじゃん右もできんにゃ、こうならんや。一応筋肉ルーレット左胸できるけど、なぜか親が両方動かせて、すごっ伝わってます。筋肉ルーレット、小声であと1時間で誕生日です、わーおめでとう。一番最初に祝ってあげる、フライングだけど。頭になんとかなんとかダンプ乗っけてるんかいってさすが得意急いで思ったわって体に大きなジープ乗ってんのかい、乗ってるかと思ったわ。こんばんは。キュン、もうそろそろ眠たくなってきた、寝ようか寝ましょう。1時間経っとる、気づいたら。みんな今日も一日ありがとうございました。今日は感情がジェットコースターになった人もいるかもしれませんが、明日も自分らしくいきましょうでは誕生日ます。13位モッキンバードさんありがとうございます。12位イレブンさんありがとうございます。11位西村さんありがとうございます。10位山の山さんありがとうございます。9位カルカンさんありがとうございます。8位渡辺さんありがとうございます。7位シゲさんありがとうございます。6位リチャさんありがとうございます。5位ジトクさんありがとうございます。4位ケンジありがとう。3位月影さんありがとうございます。2位天下界さんありがとうございます。そして第1位ケンケンさんありがとうございます。ありがとうございます。明日は ZEP ダイブシティで NIG フェス、あれはなんて呼んだらいいんだろう、に出演させていただきます。関東の皆さんすぐ行くから待っててね。関東にね行くよって人も気をつけてダイブスティーまで向かいましょう皆さん明日はよろしくお願いします。私たちが出るのがタイムテーブルでね、私たちがね出るのがね、私たちの出演時間はね17時55分から、17時55分から夕方の5時55分からタイムテーブル通りだとが出番なのでよかったらそれまでにねお仕事終わるよって方も駆け込んでくれたらぜひぜひ嬉しいです。みんなと会えるの楽しみにしております。東京楽しみだ、写真たくさん待ってますって、待っててください。そう、会社早めに終わらせたら行きますよね、待ってます。ガンギさんはじめまして、こんばんは。それでは今日も一日ありがとうございます。そう、STU48 ウォーカーのお礼配信は今月中にちゃんとしますんでみんな待っててください、よろしくお願いします。それでは今日も一日ありがとう、配信最後のあっち向いてほい、いきますよ、せーの、あっち向いてほい、上、今日も一日ありがとうございます。明日は思いっきり楽しもう。髪型どうしようかな、でも意外とさ今日のウェイビーな感じもいい感じ、ちょっと検討してみよう。ウェイビーヘア意外とヘアアレンジができるってことを気づいちゃったんだ今日。じゃあねー、それでは
おやすみ。おやすみの挨拶をしよう。私が親と言ったらみんなコメント欄ですすみと返してね。今日も一日ありがとう。おやー、おやみんご。その服の写真よろしく。いっぱい撮ったので楽しみにしていてください。